everyone. I'm Shiori Mikami. ステージに上がる前の儀式、いつも4人いるので、4人いるときは円陣を組むんですけれども、1人のときはそうですね、やっぱりそのメンバーと連絡をライブ前もさっきも取り合っていたので、その LINE とかのこのメンバーのやり取りを見て、こう士気を高めています。はい。日本と東南アジアのファンの違い、そうですね、先ほどアファの会場をぐるっと見て回ったんですけれども、私はあんまり違いが分からなかったんですね。やっぱりこの東南アジアのファンの方々もみんなアニメが好きで、それで盛り上がって、やっぱりそのコスプレをしたりだとかアニメグッズを頑張って買ったりとかしてる姿を見ていたら、あれ、ここは日本なのかなって一瞬思うくらいに同じような熱気を感じました。はい、やっぱりアニメでそうやってつながっていけるのってすごく素敵なことだなって思いました。声優としての魅力、やっぱり最近の日本の声優さんはもちろんアニメの吹き替えだけではなく、こうやってキャラクターを通して歌ったりだとか、もちろんソロアーティストとして歌ったりだとか、いろいろとメディアに顔を出す機会もすごく増えてきて、幅広くいろんな活動ができることがやっぱり声優の魅力かなと思いながら、そうですね、やっぱりいろんなキャラクターになれることが一番の魅力かなと思いますね。良い声優になるための資質、やっぱりずっと情熱を持ち続けて、ずっと夢を描いてることなのかなって思いますね。やっぱりその上のもう大ベテランの先輩方もおっしゃってるんですけれども、ずっとやっぱり課題を持っていたりとか、なのでやっぱり若い私たちの世代もずっと課題を持って今後の声優界を担っていけるように頑張っていかなきゃなって思っています。東南アジアのファンの皆さん、アニメは好きですか？あ、大好きですね。私も大好きです。はい、本当に日本と東南アジア、そしてみんな世界各国、アニメの好きなファンが集えば、私はもう怖いものなしだと思っています。また東南アジアの皆さんも日本のアニメたくさんたくさん愛していただいて、そしてゆるゆりの応援もよろしくお願いします。また今度は4人で、中村中娯楽部として来られるように頑張ります。ありがとうございました。